正直、その、まあ、3時ぐらいのあたりから、なんか、まさか行くと思ってなかった。なんかダンス経験も、ボイスレッスンとかも行けたことなかったですし、でもなんか3時ぐらい通った時、あ、2時通ったぐらいから、ちょっと本気でやりたいってすごい、もうなんかさらに思ってきて、で、研修生に晴れて慣れて、で、なんか、研修生のメンバーのみんな、その自分の差に前にもう一回なんか差を感じてしんどくなっちゃうこととかあったんですけど、さっきもちょっと泣いちゃったんですけど、うん、私は自分の素を出し続けて嫌われたことがあるからちょっと怖くて、なんかでも自分の意見、でももうちょっとちゃんと伝えたらよかったとか、もし自分の思ったことと違う方面だったら、もうちょっとちゃんと言えるような雰囲気に自分も持っていけるように頑張ろうって思ってます。まず第一に、まあ、お客さん楽しませるとかは当たり前っていうか、まあ大事だと思うんですけど、もし何かに落ち込んでいたり、なんか目を背けてしまったり辛いとか、ごめんなさい、持ってる人とか、背中を押して一緒に手をつないで前を向いていけるようなアイドルになりたいです。だと思います。ここの辺りずっと住んでました。なんかここすごいたまに魚跳ねるんですよ。なんかいつもはこの辺で捕まえやすいんですけど、そう、潮が満ちすぎてちょっと見えにくい。いたかも。これ絶対ヤドカリ。あ、出た。ヤドカリ発見。え、可愛くないですか？小さい頃はすっごい活発で、で、なんか生き物がすごい大好きで、なんか魚とかもちろんなんですけど、なんか虫とか、あと両生類がすごく好きで、なんか川とかその田んぼとかでそのカエルとか、なんかイモリとかがいたらなんか捕まえて、暑いじゃないですか、なんか夏は。顔にのっけるのが好きで、なんか冷たくて気持ちいいし、なんかお目目がくるってしてて可愛いなってイメージで、あと友達とかにはずっとやんちゃって言われてましたね。先生方にも表現時はやんちゃだって言われました。もともとそのパフォーマンスとかをするのが好きで、その吹奏楽部でその中学校の時とかはよく低学年でなんかパフォーマンスの方に回されたりとかしたんですけど、そこで踊ったりするのがやっぱ楽しかったりとかして、なんかそういうのが好きなんだなっていうのはずっと小さい時から思ってましたし、それからアイドルっていう職業に憧れてて、で、私もその皆様のメンバー一人として、なんかその特になんか何かにつまずいたり困っている人とかを、なんかその歌とかダンスとかを通じてなんか背中を押すような存在になりたいなっていうふうに思ったので、オーディションを受けてみました。兵庫県出身の15歳、正源寺陽子です。よろしくお願いします。
私は空手をやっていたので、今日は平安五段という方を紹介します。24番、正源寺陽子さん。以上となります。そのアイドルとかその芸能界に入るなんてことは今まで全然頭にその、まあ、正直なかったですし、なんか周りからどう思われるかなっていうふうにちょっと怖かったりとかはしたんですけど、なんかそれでも夢を追いかける方が絶対後悔しないかなって思って、これからその研修の期間とりあえずがむしゃらに頑張ってみようっていうふうに思いました。父にまずでかしたって言われて、なんかでかしたっていうかもうおめでとうみたいな感じで、母はなんかしばらくなんか結構心配性な一面がずっとあって、なんかもうあんた大丈夫なみたいな感じですごい言われたんですけど、でもやっぱりなんかその寝る前とかにはなんかよくおめでとうって言ってくれたりとか、あと姉がいるんですけど、姉はもう陽子なら生きるって信じてタクシーとか言ってくれてすごい嬉しかったです。もし時間があったらなんか少しでもお家帰りたいなって思うんですけど、なんか家なんか私の家は結構なんかみんな楽器弾いたりとかするんですけど、なんかよく家でなんか合奏みたいなのして、父がピアノ弾いて姉がチェロやって私がフルートしてお母さんが歌ったりとかなんかあとなんかまあバイオリンやったりとか、なんかそうやってやったり、あとすごいご飯食べるの楽しかったりとかして、やっぱり家族仲いいし好きなのでちょっと離れちゃうの寂しいんですけど、まあいつでも温かく迎えてくれるのでまあ頑張りますでもなんかやっぱりなんかお味噌汁お母さんいつも作ってくるんですけど、あれが一番好きです。大丈夫かな、これ口紅塗らなくてもいいですか、ちょっと滑っちゃうので。はい終わります。意気込み、なんかベスト尽くせるようになんか綺麗な音色が響くように頑張ります。じゃあ聞いてください。今からお母さんに宛てた手紙を読みます。お母さんへ、
いつも家事、仕事、全部やってくれて本当にありがとう。私が失敗した時は慰めてくれて、私が楽しかったり嬉しかったりした時は全力で喜んでくれてありがとう。私がダメなことをした時はしっかり怒ってくれてありがとう。本当に感謝しています。私はお母さんとハグをするのが大好きです。いつも抱きしめてくれてありがとう。私のことを思っていっぱい全力でサポートしてくれてありがとう。私が世間からどう思われるか心配していろいろ泣いちゃったりとかしていたけど本当に嬉しかったです。それでも私の背中を押すようなことを言ってくれてありがとう。私はお母さんの子でよかったなと心からそう思います。私が日向坂46として活動してどんどん成長していくところを見守ってください。いつまでも健康で長生きしてください。大好きです。いつもありがとうございます。まあよかったです。ゆうゆうしてる。え、初めての兵庫県出身15歳、正源寺陽子です。